野良伝の戦いとは、永六三年八月中旬に、金上の両伝表の戦い、飛田の戦い、嘘川の戦いとも称される。浅井長政浅井家はもともと、北大海藩国守護であった京国家の家臣であったが、浅井助政の時代に、主家の衰退に乗じて、下国城を成し遂げた。助政は、隣国の越前の浅倉家の支援を得て、浅井家の戦国大名家を推し進めた。しかし、 つけまさの没後、後を継いだ久政まさは器量に欠ける当主だったため、南大江の六角貞頼の圧力にこうしかねて、従属することになる。このため、久政まさの着手は、貞頼の着手、吉方の返記を受けて、県政と名乗り、さらに正室に、六角家の重臣、平井貞岳の娘を迎えねばならなくなった。A62 年、浅井では、この、 久政の屈辱外交に不満を抱く家臣が、県政を要して、クーデターを起こした。久政を強制的に隠居させて、県政に家督を譲らせ、県政は、県の字を捨てて長政と名乗って、六角家と手切れし、平井夫人を六角家に送り返した。このクーデターはかなり前から周到に用意されていた。ようで、長政は、クーデターと同時に、浅い六角領の境界線に位置する。 六角家の国人領主に調略を仕掛けており、それによって、永禄三年に、愛知軍、飛騨城主、高野伸善神が、浅池に寝返った。六角上堤六角上堤は、高野伸善神の寝返りに激怒し、すぐに、飛騨城に攻め寄せて、水攻めを行う。しかしこの水攻めは失敗した。上堤が攻め寄せたことを知った長政は、飛騨城の救援に向かい、 朝廷はこれを迎撃した。戦場は野良殿であり、両軍は嘘側を挟んで退治した。この時の六角軍の総勢は二万五千人で、総大将は朝廷、先方にガモ貞秀と長原重沖。第二陣に奈良崎生き守ると田中地部大輔らが参陣していた。浅井軍は総勢一万千人と六角軍の半分にも満たなかったため、初戦では兵力で、 圧倒的な六角軍が浅井軍を押したが、初戦の勝利に油断していたところを、浅井軍の反撃や荒手の切り込みなどで崩され、合戦は浅井軍の勝利となった。この時、六角軍は920人、浅井軍は400人の死者が出たとされている。浅井やこの合戦に勝利した浅井長政は、大見支配における浅井家の政治的立場を確立し、 北大江の戦国大名として揺るぎない地方を固めた。しかし隠居の久政にある程度の影響力、発言力は残されて、完全な権力異常が行われず、後に、これが、織田信長との破局にまで繋がることになる。六角化敗北した六角化では、動揺が激しかった。この合戦から3年後には、観音寺騒動が起きて、上帝、吉原府市は、巨城の観音寺城を追われた。 重心のガモウサダヒデの尽力により復帰を果たすが、六角家の衰退は明白で、合戦から八年後に、織田信長の上落を阻もうとして交戦し、それにより、信長に滅ぼされることになる。ただし、翌永禄4年3月には、六角軍が浅井方の沢山次郎を落として、犯行に出ていること。観音寺騒動は、野良殿の戦い以前からの情停。 吉しはるの対立に由来しているとする説もあり、この敗戦の六角氏への影響は大きくはなかったと見る向きもある。なお、浅井長政と織田信長の妹であるお氏の方の婚姻について、六角上帝が永六の変後に後継将軍となるべく活動していた足利義明の上落を実現させる環境整備のために浅井家と織田家を仲介したとする説が出されている。 この説が事実であれば、英六の変後の情勢を受けて、六角家と浅井家が一時的に和睦した可能性も浮上するが、その後、六角家は三好三人衆と結んで吉明と敵対する側に、周り、吉明を報じた織田信長、浅井長政に攻められるという事態を招いたと言える。書籍資料、ありがとうございます。